はい、プロ野球整骨院長の石丸です。お願いします。本日は絶対に治します、絶対改善させますと言えますかについてお話したいと思います。絶対にね、治します、絶対に改善させますとね、言えますかっていうことなんですね。私がですね、学生時代や他の治療院で働いてた時に絶対に治る、絶対に改善すると言うなと教えられたんですね。責任が取れないとね、いうことなんですね。プラス、まあその人体なんかね、その未知な部分もあるし、誰も予後が分かりませんよね。ですので、まあある程度ですね、まあ曖昧な表現をしろと、まあ言われたんですね。でもですね、患者さんは曖昧なことを聞きたくないんですね。特に鍼灸治療院なんかはですね、まあ病院に散々行ったり、その他の治療院に行って、怖いけど、ね、意を決して来てる場合が多いんですね。そこでですね、また曖昧なね、ことを言われたら、まあ、がっかりするわけなんですね。そこでビシッと言わないとダメなんですね。まあね、私もですね、まあ、難易度の高い症状に関しては精一杯の努力をするという熱意を伝えて、まあ、治療してますね。まあそのね、絶対に治します、絶対改善させとね、言えるようになるにはですね、知識、技術、経験を積み、真剣に患者さんと向き合うべしなんですね。まあ自分のね、知識、技術、経験がまあ未熟であればですね、どっか患者さんに嘘をついてるっていう気持ちでね、治療してる方もまあいるんじゃないかなと思うんですね。絶大なるね、自信があったらですね、絶対に治しますからってね、僕はもう本当腐るほど言ってますよ。本当にもう絶対治す自信がある症状に関してはですね、まあ全体のですね、患者さん、いろんな本当患者さん来ますけど、まあ9割の人にはね、まあ言えますね。9割の人にはもう絶対に治しますからですね、もう治らんかったらね、もう全額金返しますよみたいな感じでね、もう時間は返されへんけどお金は返しますいうようなね、感じでやってますよ。まあ、それぐらいのね、ことでやっぱやらないとダメだと思うんですね。まあ、特に鍼灸院なんかは、我々鍼灸専門家なんかは、なかなか患者さんにやっぱ来てもらえないんですね。ですのでやっぱりですね、ビシッとこうね、できるように、まあ、日々ですね、その用意をしとかないとダメですね。その用意というのは知識、技術、経験ね、経験はまあなかなか積みにくいかもしれないけど、用意をした上でね、パッて来てくれたらもうバシーンってこうね、熱意を伝えてね、もう自信を持って言ってバーン直さないとダメですよ。バーン直したらまた患者さんが、まあ患者さんを呼んできますから、そうするとまた東洋医学がこう広まっていくし、また自分の自信と経験になっていくわけですね。まあ、ですので、まあ、絶対に治します、絶対に改善させますと言えるようにならないとダメだということですね。鍼灸院はまあ別にそれはもう性格によってですね、まあそんなこと言わなくてもいいと思うんですが、まあそういった気持ちがなければですね、患者さんにやっぱりね、どっかそのたどたどしさとかね、自信のなさとか、まあ嘘をついてるとか、そういうのが伝わりますから、しっかりこういうのは言わないに、関係なく心の中にしっかり秘めてバッシーンとかやっぱりね、向き合ってボーンやらないとダメだと思うんですよね。まあそれがまあね、今現状ではですね、鍼灸業界、鍼灸治療っていうのはですね、もう患者さんからね、なかなかまあ見てもらえない、まあ、業界だと思うんで、そういったね、ことにならないとダメだと思うし、まあそうなれればもうブワーンと治療院行きますからね。他のね YouTube 動画でもね言いましたが、まあ、実は鍼灸師は医者より、まあ、飛躍できるっていうことでね、私からするとですね、もう東洋医学専門でやってるところって非常に少ないんで、もうブルーオーシャンなんですね。要はもう何て言うんですかね、全然こう開拓されてない、まあ、市場っていうとちょっとね、まあ経営的な要素が入って僕はあんまり好きな表現じゃないんですが、そのマッサージとか整体とかね、まあ、そういうとこっていうのはいっぱいあるし、もう病院もいっぱいあるわけですね。ですので、まあ、東洋医学専門でやるっていうことは、まあ、そういったところで治らない人をね、片っ端から治せれば、ものすごい市場なんですね。半端じゃないんですよ、半端じゃないね、もう半端じゃないですね、もうとんでもない、数の患者さんがいますね。私はですね、まあ、他の YouTube 動画でも言いましたが、まあ、鍼灸師っていうのは対マッサージ整体とかじゃなくて、もう対医者で、ね、対大学病院、対、
市民病院対、その辺の病院ということでね、もう病院で治らないのを片っ端からよこしてくれというような感じで、まあ捉えてやった方がいいですね。まあそういったですね、まあいろんな治療に漏れたね、患者さんが来た時に、まあ要は結構難しい患者さんが来るんですが、来た時にバッシーンと治せるようにね、英語で言ったらプリペアしないとダメですよね、準備しとかないとダメですよね。本日は絶対に治します、改善させますと言えますかについてお話しました。以上です。